気象庁の天気予報のアイコン気象情報は気象庁が発表する防災気象情報の一つ。気象注意報、気象警報の全段階として注意を促したり、注意報、警報に補足的な情報を加えることを主な目的とする。その他、昭雨や高温、低温、梅雨入りや梅雨明けなど、長期的に起こる気象現象についてその時点の情報を提供することもある。 注意報などと同じく地方自治体や各機関へも伝えられ災害への対策に役立っている。住民は気象庁のウェブサイトや報道によって情報を得ることができるが注意報、警報ほどは周知されていないのが現状である。以下のものがある。強風と高波呼び高潮に関する現気象情報、大雨と雷及び突風に関する全般気象情報、 長雨と日照不足に関する検究症情報のように複数同時に発表される場合もある。現象が予想される5日、程度前引く当日に警報や注意報に先行して注意喚起を行う目的や、現象の発生中に観測地や注意事項などを知らせて警報や注意報を保管する目的のもの。 重大な災害が差し迫っている場合に一層の警戒を呼びかける目的のもの。社会的に影響の大きい天候に関する注意喚起や解説を行う目的のもの。気象情報の一種ではあるが、以下のように別格として扱われる情報がいくつかある。雷注意報の発表期間中に突風の恐れが高まったことを知らせて、雷注意報を補完する目的のもの。ナウキャストの 竜巻発生角度、ナウキャストとリンクしており、竜巻発生角度、ナウキャストで発生角度2となった地域に天気予報区を単位に発表される。大雨注意報、大雨警報の発表期間中に土砂災害発生の恐れが高まったことを知らせて、注意報、警報を保管する目的のもの。気象庁と都道府県が共同で発表するもので、市町村ごとである。 地域により基準が異なり、土壌雨量指数、起産時点から過去1時間の雨量、各地の土砂災害の発生履歴を総合的に勘案している。中期予報に基づき起産日の6から14日後について早期に著しい高温や低温、降雪の注意喚起を行う目的のもの。5日間の平均気温が平年よりもかなり高い、かなり低い、また5日間の降雪量が、 かなり多い確率が30%以上の場合に発表される。地方単位の発表。東日本大震災による電力危機で節電運動が推進されている状況下において過度な冷房等の抑制による熱中症防止を主な目的として2011年夏季以降導入されている。2011年は 電力機器の可能性が低い北海道と沖縄県は対象外であったが2012年かきは全都道府県が対象となった。府県単位の発表。住民は主として報道によって気象情報を得ているがその仕方は報道機関ごとに異なっている。テレビ放送による報道の場合、NHK などでは気象庁ではに関する情報を出して、 警戒するよう呼びかけていますなどということが多い。しかし、民放ではよく、気象庁はの恐れがあるとして、警戒を呼びかけていますのように、あえて、気象情報という語を避けた表現が使われている。これは、気象情報が天気予報と、ほぼ同義に使用されているため、混乱を回避するためと思われる。なお、梅雨入り梅雨明けに関しては、気象庁は地方が梅雨入りしたと発表しました。 気象庁は地方が梅雨明けしたものとみられると発表しましたと、どの報道機関も気象情報として発表されたことがわかる表現を用いていない。ありがとうございます。